ジャニーズ事務所副社長を退任し、事務所を退社したタッキーさんですね、うん、滝沢さん、はい、が自身のツイッターで生配信を行い、エンターテインメント会社 TOBE トベでいいかな、おを設立しましたと。おそして、まあ、まあオーディションなりね、そういうのをさせていただきますと。へえ、まあ、新たなエンターテインメントをやっていきたいみたいなところでございます、うんうん、これやっぱこうジャニーさんがお亡くなりになってからのこのジャニーズのこの画像がもうまあそうやね、表面張力がこう、はいはいはい、決壊する、はいはい、でまあ実際最近 NHK を守る党から、NHK から国民を守る党から、はい、政治家女子48に名前変わりましたけどとかで、まあ、まだ掘り返してるけど、そのジャニーさんのいわゆる性虐待裁判のあれ、はいはい、よくさ都市伝説言われてん、はい、俺はちょっとまあ言いづらい、まあ、くんくんなんか特に言いづらいかもしれんから俺が言うけど、はい、そのエロいことされてたんじゃないかと、はい、っていうのはまあ普通に裁判の結果でエロいことしてましたっていうのが出てもうてるっていう話だよね。2000なんで、そうですね、うん、認められてますから、ね、まあセクハラというか、うん、まあ、そんなのがありました、ね、そこからの脱却みたいなのを図ってるのか、はいはいはい、なるほど。まあうがった見方をしたら、その、うん、そのジャニーさんの影響力がもうそのジャニーズ事務所自体にもうないから、うんうんうん、まあ独立して何があかんのみたいな、はい、まあ、まあ世の中的にもほんで別に独立したって仕事なんか減らせませんよみたいな流れ、うんうんうん、まあみたいなところもありまして、はい、あなたもほら、いわゆる辞め事務所、はいはい、役者、そうですね。で、俺はそのめっちゃフリーやずっと。そうですよね。そう言われてみれば。なんか俺はなんかずっとフリーランスであったら事務所に入るメリットがあんままだそこまで感じれへん。うんうんうん。あの超大手やったら別やね。うんうん。ホリプロとか鍋プロとかで、うん、文化人枠で、まあ、吉本とかでも何でもいいね、はい、その作曲家とか文化人枠でマネジメントされたら、うん、なんか勝手に仕事を取ってくれるからラッキーって感じ、はいはい、ね、実際さ、うん、まあ、給料制の役者さんとかもおるとは思うけど、はい、まあ、大体が歩合やんか、なんとなく、うん、今そうですね、うん、だからこう基本的にはさ、派遣会社の登録とそんな変わらん。いや、そうですね。うん。実際。うん。見積もり上もな、まあ、例えば、くんくん撮影行ってきて、で、まあ、うん、くんくんのギャラが3万やったとして、うん。まあ、事務所は5万ぐらいで請求かけてんねやろな、ぐらいの感じ。うんうんうん。そうですね。まあ、10万かもしれんし、5万かもしれんし。うん、はい。その額は知らん。うん。そう考えたら、あの世の中の人らってやっぱみんなそういう風に働いてるもんな、本来。そうですね、うん、うん、なんかあのコンビニのバイトとか俺してたけどさ、若い時、はいはいはい、深夜帯とかやったら売り上げとかないやん。まあ言ったら時給何倍とか忘れたけど1000円とかやったとして、はい、1000円も売ってない日あるやん。売ってない1時間あったりするやん。ありますね、はい。放置、スポーツ放置ばっかり読んでる1時間はいはいはい。なんかこうどっからどうお金がもらえてどう動いてんのかっていうのはあんまり、うん、見えひんようにしてるというか、はいはいはい。まあ実際はね、そのそこで売ったお金から給料もらってるわけじゃないから、うん、確かに、うん、他にもこういろんなお金の動きがあって、まあ、はい、その本体的にはプラスやから給料がもらえてるっていう状況ないんやろうと、はい、しかも仕事も用意されてさ、うんうんうん、されてみたいな、うん、ところもあるんやけど、最近その役者さんとか、うん、まあ、いわゆる芸能人的なエンタメの人だって、まあ、YouTube なり、はい、なりで、まあ、いけんじゃんみたいな空気やさ、うん、ちょっとな、俺なんかそれはそれですごい怖い気がする。
はいはい、はい、と言いますだって YouTube も別にピンハネしてるやんか当然うんうんうんで何代か分からへん YouTube のお金何代か分からへん出演料ではないやん確かに少なくともはいはいはいあつまりこう請求書がないやんう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 ん。確かに。どうなってんの？しかも、Google がやめたって言ったり、比率変えますって言ったら、もう、うん、抵抗するすべがない。ないですね。うん、しかも、抵抗しても意味わからんし。うん。ただのプラットフォームないから。うん。みたいなところで、この、みんなこう、どうやって、まあ、例えば、滝沢さんのね、新会社とかも、うん。何をがっつり打ち出していくんかなみたいなふうに思うね。そうですね。何するんですかね。まあ演劇とかやるんだと思いますけど、タッキーだから。まずそのまあ舞台。はいはいはい。でもまあいわゆるその自主興行やったとしても、うん。小屋は自分とこちゃうやん。うん。はい。まあ結局今まで通りの流れじゃないみたいな。そうですね。新しい事務所が1個増えただけみたいな感じはしますけど。うん、で、まあ、中抜き分がよりダイレクトになったって感覚やん。うん。なんかこう抜本的なこう新しいそういうエンタメの概念みたいな作るのになかなか難しいなと思って。いや、そうですね。出尽くしてる感ありますからね。うん。うん、まあ、出尽くしてるとか、インフラが固定化されてんのよ。どっちかに。ああ、はいはいはい。うんうん。今やった配信とかが、まあ、なんとなく新しいは新しい雰囲気。はい。うん、でも配信も、まあ、ただのダダ漏れやったらさ、うん。DVD ビジネスはそんな変わらへん。うん。はい。デバイスが変わっただけというか。うん。確かに。もうちょっとなんか変なことになっても面白いのが、まあ、タッキーがやるかもしれんけどね。うん。むしろ、その、なんていうかね、リアルな方に近づいてる感じがするけどね、世の中的には。会える。まあ、いわゆるその、悪権商法とか。はい。むしろ原始的だろうとは思っちゃったりもしてね。そうですね、うん。確かに、何でお金もらってるって難しいですね、芸能は。そうよね。まあ、うん、大何次産業に話し合う。うん。有形のものじゃないか。そうそう。だからそれでね、なんかアーティストみたいないうストーリーや、はい、はいはいはい。役者界はあんまりないと思うね。アーティスト扱い自分でするって。うんうんうん。役者ですとか俳優ですとかいうのが、はい。まあまあ普通や。うんうん。ミュージシャンはアーティストっていうやたら自称するからさ。ああはいはい。でこの間完璧に俺再定義してみて。アーティストは何なのか。はいはいはい。で、俺の中でやけど、こう結構腑に落ちると思うんだけどな。はい。一点物作ってたらアーティストやと思う、俺は。ああ、はあ。ああ、腑に落ちる。なんかどうしても絵画とか彫刻とか、はいはい、の方がアーティストっぽいかな。はい。音楽って一点物じゃないやろ、うん、だってそれを複製して打ったりとか、うん、あ、なるほどですね、はいはいはい、はい、あー、なるほどな。だからライブで演奏する分は複製じゃない気はする、うん、うん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 、一点物をみんなの前で何回も演奏するっていうのは一点物のままやから、はいはいはい、まあ、言った絵画とかで言ったら美術県とかで全国回るとか、はい、回るとかって、まあ、モナリザがガチモナリザが回っていくわけに輸送して、はい、あれはライブっぽいんだけど、うんうん、そのデータとして複製して売ってる時点でアーティストな一点物じゃない気がする、ね、うんうんうん、言ってること分かりますよ。分かるやろ。分かります分かります。確かにな。あ、そうですね。映画も難しいな、そうなると、定義、うん。映画はアートでは全然ないや。うんうん、そうですね。あ、むしろアーティスティック、その、なんて、アートっぽい。うん。で、
で言われるものって全部アートじゃないっていう意味やんか。アートじゃないからアートっぽい言われてるわけ。はいはいはい。例えば、まあ野球とかもそうやけど、はい、芸術的なバッティング、つまりバッティングは芸術じゃないってことや、スポーツやから、はいはい、なんかそのなんとかアーティスティック芸術的って言われる時点でそれは芸術ではないっていう定義やったりもするから、はい、その辺はねちょっと、ね、わきまえていかんなあかんなあ思ってんねん。はいはいはい、確かにな、ありますね。いやな、え全然クンクン的な返しが、うん、全然何もないやいや、難しい質問、難しい質問だって、アーティストじゃないからね、うん、アーティストっていうよりやっぱ職人でやりたいとは思いますけどね、お芝居をしててまたちょっと話違うじゃないですか、はいはい、うん、だから一点物、うん、一点物を作ってるかどうかって、でも僕が何かの役をするときに、うん、僕でしかじゃなきゃできないその役みたいなものはやっぱり、絶対そうなんですけど、人が違うから、演じる人が違ったら役も絶対変わるんですけど、それを確かにアーティストと呼ぶのは違うなっていう、ある意味一点物なんですけどね、僕が演じる時点で一点物なんだけど、脚本とかアーティストって言ってもおかしないねんけど、どっちか言ったら脚本家の方がアーティストって言うとか、ああそうですね、演じる家の方が言われてるな、はい、確かにそうですね、まあ、どっちか言ったらコマというか、そうですね、そうなんですね、ギターとか本体というか、はい、はいはいはい、この難しい問題ですね、まあ、そうなんです、こうでもな、その別にお客さんが言う分にはいいんだけど、本人らがアーティストって言ってたら、うん、気持ち悪くてしゃあないね。あ、そうか、決めるのがね、というかダサいと思った、主体は自分じゃないってことですね、それを定義するのが自分じゃない感じがしますけどね、ダサくない、自分でイケメンって言ってんのとそんなに変わらんそうですね、あの狩野英孝ぐらいですね、許されるのそれ、おそうね、おもろいと、うん、確かに狩野英孝も、うん、そのなんて本気で自分のことイケメンやと思って喋ってるわけではないや、こんなん言ったらあれ、うん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 、芸人さんないからイケメンキャラとしての、はい、みたいな話、はいはいはい、そこがな、なんか白んでるのなんかひっくり返ってるとかもメコーンとこう中身内臓見えてもうてんのにふと思ったんですね、定義しようと、すれずに思ってんね、たけちゃん、さすがっすね、そこの思考にまず至らないわな未熟だな俺はやっぱり。いやでもね、ほんまくんくんは、はい、未熟やで。いや改めて言わなくていいんですよ間を取って、うん、未熟だからこそ努力をするんですよ日々、まあ、みたいな脳はあんまないし脳はないの、ないんかい、しようや努力うん、そんなもん、ハゲていってる、ハゲていっても、うん、しおれて終わりやからな、オーラ二人とも。植毛したらいいんですよ、そしたら。え、もう植毛したってもう、うん、売れてたらおもろいけど、石田一世みたいに。誰も知らんのに植毛したって、植毛しただけの人やからな。植毛後に出会ったらもう、あ、もともとある人ですからね。植毛ですら。遊べない。そんな金もないから、うわ、職もいらんって、丸分かりみたいな。ああ、そうか。中途半端にしない方がいいですね。これ。トルコとか行けるようになってからじゃないとね。やっぱり、一世さんみたいに。まあ、そんなこと言ってますけども、まあ、映画の話、まあ。そうでした。しますか、映画の話を。